皆さんの善なる意識にこんにちは、カズマです。本日はいかがお過ごしでしょうか。僕は明日から福岡の個展に行ってまいります。朝倉の方に、5日間滞在し、4泊5日ですね、そのうちの3日間から4日間個展をやります。ぜひお近くの方はお越しください。待ってます。詳細インスタグラムに載ってます。昨日の、YouTube の投稿、〇〇重視、効率重視になりすぎてないか、ご覧いただけたでしょうか。私そうだな、なんて方もいらっしゃったのではないでしょうかね。で、自分を感じてみた。なんとなく自分の心地よさを感じて、次どうすれば、どういう風にしたら自分がもっと心地よくなるかなって、もしかしたら模索してるかもしれません。そんな時は季節を感じてみてください。今なんて特に夏に切り替わって秋になって、秋がこう冬を呼んでいるような感じがして、夜風もどん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 表情を変えて、あなたの体を、あなたの魂を撫でる雰囲気がどんどん変わってくると思うんですね。自然の季節の風を感じてみてください。この季節っていうのは、全部あなたのために用意されているものなんですね。なので、たんまりと季節を感じてみてください。ゆっくりと深呼吸をして、自分自身が周りの自然、周りの空気感、周りの温度、自分自身ゆっくりと感じる時間を作ってあげるんですね。そうすると、あなたの内側の感じる力がさらに目覚めて芽生えて、あなたの心地いいがより美しく反映するかと思います。そしてね、何かそろそろもっと自分に心地いいなって行動を広げていきたい方もいらっしゃるんではないでしょうかね。もっとより深く、もっとより広く、もっとより力強く、自分の個性、自分の表現、自分のありのままの感性を打ち出していきたい、そんな風に思う方いらっしゃるんじゃないですかね。今スタート地点の方、ぜひ聞いてみてほしいんですけど、何かをやるときは自分に期待、理想を掲げすぎてしまう場合ってとても多くて、でその期待、理想、想像を上回ることができなければ、自分に落胆して、またスタート地点よりも前の地点に戻ってしまうっていう現象は本当に頻繁に起こっているんですね。なので、今あなたがいるスタート地点はゼロなんです。そうで、今あなたが踏み出すのは1なんですね。わかりますか？あなたはこれから1を得て、2を得て、3を得て、4を得ていくでしょう。で、時にゼロに戻る感覚があるんですね。つまり何が言いたいかっていうと、あなたはもともとスタート地点ゼロだったんですよ。少し不思議な話なんですけど、あなたが 1,2,3,4,5 と100を積み重ねたとしても、あなたはもともと0を持っていた、0だったんですね。だから挑戦して失敗しても、それはマイナスになり得ず0なんです。また挑戦して失敗してもまた0なんです。これは一見悲しいように見えるんですけど、悲しくないんです。マイナスではないんです。ただ元に戻っただけなんですね。そう、つまりは自分が生きていると長く、生きていると自分の肉体がなくなって、自分の魂がなくなって、もう存在することができないっていうふうに錯覚してしまうんですけど、そもそも永遠に存在していて、その裏腹の反対の永遠に存在していない中にも存在していたんですね。なので、あなたが挑戦していく、この先挑戦をしていくとしても、あなたはもともとゼロだったんです。だから0が1になったら、1が2になったら、ものすごいことなんです。あなたが今日スタートダッシュ1日目だとして、何か挑戦することができたら、ものすごいことなんですよ。初めて春が訪れたようなものなの。で、来年になって再来年になっていくと、1に積み重なっていって、春が当たり前になっちゃうの。そうではないんです。もともと0だった。毎回、毎回の春を、しっかりと味わう時間を作ってください。ゼロが1になる喜びを決して忘れないでください。忙しい我忘れる中で、我なくす中で、ゼロが1になって、1が100になって、100が1000になると、自分はあたかも全てを有限に持っていて、油断するとこぼれ落ちる、そんな風に錯覚してしまう。しかしあなたはゼロを持ってる。ゼロをね、これは絶対なる可能性を持っている、これとイコールなんですよ。少し理解が難しいかもしれないんですけど、あなたは1、2、3と積み上げていったとしても、
ずっとゼロって数字を持ってる。偉大なる無限なる可能性を常に持ってるんです。だから来年の春が来て、再来年の春が来て、また次の春が来て、また次の春が来る。全部新しい春なんです。こうなっていくと老いがなくなるんですね。有限が無限になるんです。そう、もったいないなとか、うわーなんかしくじってしまったなとか、うわーやらかしちゃったなって思って気持ちがネガティブになる。そんなことって頻繁によくあると思う。でも元々はゼロだった。そしてゼロの中に全てあるんですよ。これをぜひちょっと抽象的ですけど感じてみてはどうでしょうか。おすすめです。ゼロリズム、僕はそうこれを読んでいます。ゼロっていうのはね、何もないっていうことではない。ゼロっていうのはね、全てあるってことなの。だからあなたが挑戦しても、もし挑戦しなくても何ら変わらない。全てあるの。 OK。 ものすごくスピリチュアリズムに聞こえるけど、これはスピリチュアリズムではなくてゼロリズム。全てある、今ここに全てあるってよく言うじゃないですか。あれはこう空白の言葉、何気ない言葉、こう雑な言葉ではなくて、実際に全てがあって、あなたがやるっていう選択肢もやらないって選択肢もあるの。でもどっちでもいいの。どっちがいい悪いではないの。ゼロリズムのゼロの中に存在していて、あなたが挑戦してもあなたが挑戦しなくても全部美しいのよ。 OK。 でもこの時にあなたの思い気持ちがどこに向かいたいかっていうのが実際のあなたにとっての正解なの。でもやりたいなが正解だとしても、やれなくても正解なの。これがゼロリズムの考え方。 OK。 で挑戦するじゃない。挑戦します。でもやっぱ無理だった。ああ、なんで自分はできないんだって落胆するかもしれないけど、それはできなかったんじゃないの。ゼロに戻っただけ、やらないって選択肢をしただけ。ここをフラットに捉えて、次やれるようになればいいの。 OK。 フラットに捉えることが大事だよ。試しにね、今日の夜でも今日の朝でも今日の昼でも空を感じてみて。するとあなたの心の中にエネルギーやら意識やらがドワッと来るのよ。風が吹くと当たり前のように、あなたの気持ちの中に自然、または宇宙、または神かもしれないエネルギーが注ぎ込まれると思います。これは何ら不思議なことではなくて、とても当たり前。あなたが意識することによってそれが存在し始める。これがゼロリズムの考え方だと僕は思っていて、またはあなたが意識しなければそれは存在しないっていうだけなのよ。そう、もともと存在しなかった。でもあなたの意識があることに存在する。でももともとは存在した。矛盾に聞こえるかもしれないけど、頭で考えるんではなくて、まずは感じる。言葉を超えて感じるの。外国語を聞いてるみたいに最初は感じてみるの。フィーリングでね、頭ではなくて心で感じる。感じ考えることで世界は大きく変わるよ。フラットポジティブにね。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントぜひぜひお待ちしております。九州に近い方ぜひ、または関東でもお待ちしております。どこでもお待ちしてますよ。遠くても外国でも。ではみんな応援してるね。アディオス。